カンナリ1一万は、韓国の軍人、全韓国海軍作戦司令官、予備役海軍中将、海士官、学校25喫卒、第3艦隊司令官、合同参謀本部戦略企画部長。2004年7月14日に北朝鮮艦艇が NLL を侵犯した際に、海軍作戦司令官であったカンナリ1万は、ロブゲン大統領への報告を怠ったとして、 処分された。2004年10月19日海軍士官学校長。2007年7月には、日本の防衛白書への竹島領有問題の記載に、対しての抗議や津島侵略計画を作成するべきで、あるとの論文を発表している。また、第三次再開公選はより規模が大きくなるで、あろうから北朝鮮との武力衝突に備えなければならない。 アフガニスタンへの韓国軍を再派兵するべきだと述べている。竹島問題に関連して、領土は対話ではなく力で守らなければならない。日本に軍事的に対抗するために、韓国は4万トン級の原子力空母と3000トン以上の原子力潜水艦を所持すべきと主張していることから導入そのものが不可能である。NLL 報告れ。 海軍作戦司令官らの不注意朝鮮日報2004年7月23日、更新報告責任者に、書面、高都警告朝鮮日報2004年7月27日、東京大学東洋文化研究所、コリアン、ナショナルセキュリティネット2007年7月13日、政府は、北朝鮮の武力挑発に対備せよ。北朝鮮側の間、米連合訓練と関連した、 最近の脅迫性生命とも無関係ではない現代コリア2008年3月10日アフガンへ戦闘兵力を派兵せよテロとの戦争に参加し韓米同盟の復元の道を開かなければならない小国も戦闘兵を送っている現代コリア2008年4月18日コリアンナショナルセキュリティネットありがとうございます